ホワイトウィスパーとは、有限会社エイスクマヤによって2000年に運営されたメールゲーム。メールゲームについては、プレイバイメールを参照。国内を物体としたリアクション形式の本編、ホワイトウィスパーと世界を物体にした機械処理方式によるサブゲーム、ザ・レガシーという2つのゲームが同時進行されるシステムを採用しているという特徴がある。 ホワイトウィスパーの舞台となるのは2000年の現代社会。トリニティの力を操る、原始者となった参加者たちは、資源の時より存在する、リハルモニア、キソーマ、キュアゴーという3つのトリニティのいずれかに所属する、ことで、見えない闘争、トリニティ王を戦うことになる。トリニティとは、秩序、自然、虚無と名付けられた3つの力のこと。世界の本質でもあり。 それぞれが古い神話における、創造、維持、破壊を司っている。心の底で理と法に満ちた世界を望む者は、理の原始者として覚醒する。ハルモニアの原始者は、エージェントと呼ばれる。科学によって作られた、兵器、理論によって裏打ちされた技術など、理を根幹とした力を使う。緑あふれた大地を望む者は、樹の原始者として覚醒する。相馬の原始者は、 フェダーインと呼ばれる。イニシエの魔術や伝説の力を用い、科学と後輩に満ちた世界に自然や神秘を取り戻すために戦う。破壊を求めた者は、巨の原始者として覚醒する。アゴーの原始者は、アップファルと自らを呼ぶ。原理や体系のない、己の内よりいずる虚無の力を使い、世界に破壊を振りまく。ありがとうございます。